こんにちは、学部です。本日はちょっとビットコインがすごい盛り上がっているので、一旦緊急でちょっと解説をしようと思います。で、これ先ほどツイートしたんですけど、ツイッターのトレンドにはビットコイン入ってるんですよね。というわけで、今日緊急でちょっと1本だけ解説をしようと思います。で、ビットコインなんでこう価格が上がってきたかっていう、そういった解説と、あと僕自身投資をしていて、で、今結構含み益なので、利益は確定してないんですけど、収益出てるんですね。で、それが、こちらのツイートなんですけど、僕今3400万ぐらい仮想通貨に投資をしていて、で、それが今4400万まで増えました。なんか1000万ぐらい増えたんですね。ここ1ヶ月ぐらい増えたんじゃないかな。そんな感じなので、僕の投資戦略と、あと、今後の話ですね。このあたりちょっと話してみようと思います。という感じで、ちょうど分かりやすいツイートがあったので、こちらの方のこのコインポストの方かなの、コインポストって有名な仮想通貨のメディアなんですけど、その方のツイートの、画像をお見せしながら話していこうと思います。で、まず、ここの、青い部分っていうのがこれ100万円の部分なんですけど、で、それで、まずコロナショックがありましたね。これが、3月ぐらい。で、3月ぐらいでガツンと下がったんですね。で、1回多分60万円ぐらいまで下がっていて、もっと下がってますね。一番安い時40万円までギリタッチしてますね。で、40万までタッチして、そこから上がっていって、で、その次に、この半減期っていうのは皆さんは知っといた方がいいんですけど、ビットコインって、4年に1回かな。それぐらいで、マイニングの難易度っていうのは変わるんですね。で、マイニングってどういうことかっていうと、仮想通貨の、ビットコインって、こうマイニングすることによって、こう、デジタルゴールドを、こう掘り起こすことができるみたいな、そんな感じの仕組みなんですけど、で、それの、難易度調整っていうのがあるんですよ。で、難易度が上がるってことは、ビットコインの獲得が難しくなるじゃないですか。で、難しくなると思って、この半減期でちょっと価格が上がったんですね。で、その後に、1万ドル、要するに100万円の壁っていうのがあって、ここでチャートがガチガチとぶつかってました。で、その後に1万ドル超えたんですね。で、超えたらどうなるかっていうと、今度はこの1万円のラインっていうのがサポートになっていくんですけど、で、それで、ディファイバブルですね。で、ディファイも多分知らない方多いと思うので、ここも解説すると、要するに、今って皆さん仮想通貨を買う、ビットコイン買うってなったら、多分ビットフライヤーとか、あとコインチェックとか、そんな感じの、取引所で買うじゃないですか。でも取引所で買った時に、リスク何かっていうと、取引所がハッキングされてしまうとビットコインなくなっちゃう可能性あるじゃないですか。で、そういったリスクがあるんですけど、でもディファイっていうものの場合はどうなっているかっていうと、いわゆる分散型金融、中央集権型ではないんですね。だから、ディファイの取引所っていうのはどうな、ディファイってそもそもシステム的にどうなるかっていうと、中央が存在しないので、だから、ハッキングされづらいというか、ハッキングが物理的にできないって言っていいのかな。そんな感じなんですね。だからちょっとディファイ若干分かりづらい説明かもしれないんですけど、分散型金融っていうのが、日本語訳になります。そんな感じで、いろんなそのディファイのシステムってのは出てきたんですよ。例えばなんですけど、一番有名なやつだとコンパウンドっていうのがあるんですね。で、コンパウンドとかで調べると出てくるんですけど、コンパウンドディファイとか。で、コンパウンドっていうのを使うと、それ取引所みたいな感じなんですけど、中央集権じゃなくて、そこにこう、ビットコインとか入れると、こう、自動でポンって返してくれるんですね。スワップって言ったりするんですけど、そういった主要集権じゃない、新しい取引所出てきたらすげえみたいな。で、ディファイバブル一回盛り上がったんですけど、そこはもう一回ちょっと落ち着いてきて、で、その後に、ここスクウェアって書いてあるんですけど、このスクウェアってどういうことかっていうと、ツイッター社の CEO の社長の人が、スクウェアっていう会社もやってるんですけど、で、そこが、ビットコインを、買ったのかな。上場企業なんですけど、ビットコインを結構買ったんですよ、スクウェア社が。で、それでこう伸びたと。で、その後にペイパルがビットコインに対応したんですね。で、それでまたペイパルがビットコイン扱うなんてすごいみたいな感じで、またビットコイン伸びたと。で、その後に DBS 銀っていうのがあるんですけど、これ DBS 銀行っていうのが、シンガポールの銀行なんですけど、この DBS 銀行が取引所を始めたんですね、仮想通貨。シンガポールで一番有名な銀行が取引所を始めるってすごいじゃないですか。だからもう、この DBS 銀行のこの辺りで、もう世界が仮想通貨に対する見方って変えたんですね。ビットコインって、すごいちゃんとしてるものなんだみたいな、ちゃんと投資すべきだとか、投資すべきというか、しっかりした、投資対象として考えていいんだみたいな、そういうふうになったんですね。で、その時に何が起きたかっていうと、機関投資家っていう、要するにめちゃくちゃお金持ってる人たちがビットコインを買い始めたんですよね。で、そうなるとどうなるかっていうと、チャートがバーンと上がっていくじゃないですか。で、この短期間でもいきなり200万タッチしたんですよ、ボーンっつって。で、タッチしたけど、でも200万って、そこがもう、レジスタンス、抵抗ラインになっていて、で、その後にこうジグザグとしていたんですけど、また、昨日かな。
ポルノハブっていう、海外のエロサイトですね。で、エロサイトが決済をビットコインだけにしますみたいな感じで言ったんですよ。ってことは、世の中のエロい人たちが、ポルノハブでなんか購入しようとした時にビットコインしか使えないじゃないですか。ってなってきたら、やっぱビットコインすげえってなって、今200万を突き抜けましたと。で、現在の価格っていうのが、多分今、日本円で225万円ぐらいですね。こんな感じのチャートになっていますと。これが、ビットコインの振り返りっていう感じですね。で、ここから、僕の投資戦略をちょっと話そうと思います。で、僕、ポートフォリオめちゃくちゃシンプルで、ビットコインと、あと、バイナンスのコインと、あと、イーサリアム。その3つしか見てないんですね。で、ビットコイン僕、この辺で買ってたんですけど、途中で売ってしまったので、売ったというか、別のアルトコインに乗り換えたんですね。だから僕、この大きな上げっていうの取れなかったんで、ちょっとそこは反省してるんですけど、そんな感じですと。じゃあ、投資戦略って言って、投資戦略って言ってもそんなに、説明するまでもない僕のなんかシンプルな戦略なんですけど、例えば、バイナンスコインですね。で、バイナンスコインっていうのが、バイナンスっていうすごい大きい取引所があって、世界最大ですね。で、そこの、コインを僕は結構いろいろ買っていますと。で、どういうふうに買うかっていうと、もうすごいシンプルで、どれがいいかな。ちょっと待ってくださいね。これでいいか。この辺りですね。今この多分丸つけた部分。この部分。あとここ。ここが、明らかに抵抗線になっているので、抵抗ってどういうふうに見極めたらいいかっていうと、ここで抵抗してるじゃないですか。で、あとここを一回突き抜けたんですけど、この辺で抵抗してますと。こんな感じの抵抗ライン見極めて、それで、反発するな、みたいな。そしたらここで買うみたいな。そんな感じで、買って、で、上行ったら売るみたいな感じなんですね。それだけの投資戦略です。で、これを、あとイーサリアムとかでもやってます。イーサリアムは最近ちょっと買えてないんですけど、こんな感じで、例えば、この辺りっていうのがすごい抵抗ラインになっているので、その先、今後このイーサリアムがこうガツンと落ちてきたら、そしたらこの辺で買うみたいな、こういうシンプルな感じですね。で、下行っちゃったらどうするのって感じなんですけど、下行ったら基本もう僕はガチホしますね。なんでかっていうと、僕が買ってる通貨、バイナンスコインとかイーサリアムっていうのは、僕なんでこれ買うかっていうと、そもそも、この通貨の未来をめちゃくちゃ信じてるから買ってるわけですね。だから割安で買ってるだけで、で、割安でこういう下の部分で買って、上行ったら一旦利確して、もう一回落ちたら買うみたいな、そういうのを繰り返していくと、ある程度稼げますよっていう、それだけのすごいシンプルなやり方ですね。で、このあたりも、もし機会があったらもう少し詳しい解説動画出してみようと思いまして、ただ、そうですね。これからもし投資始めたい方は、まずこのローソク足の読み方とかっていうのは、基本的な部分は確実に勉強した方がいいと思います。そうじゃないと多分負けますね、シンプルに。こんな感じで、抵抗線をこう見極めていってやったりするんですけど、そんな感じです。はい。で、続いて、あともう一つ僕の投資戦略があって、こっちもすごい面白いんですけど、これバイナンスっていうところで、ここの、バイナンスアーニングっていうのがあるんですね。で、アーニングって何かっていうと、例えば皆さん多分今日本円の貯金持ってるじゃないですか。で、日本円の貯金っていうのを銀行に預けていても全然増えないですよね。でも、バイナンスっていう取引所、これ他のいろんな取引所でもできたりするんですけど、それでここにこう、セービングするんですね。要するに貯金みたいな感じですね。定期預金みたいな。で、定期預金すると、年利が入ります。ビットコインを、定期預金すると年利1.2%。で、この BUSD っていうのが、バイナンス社っていうのが発行している、US ドルみたいなものなんですけど、それを、貯金すると、5%入りますと。だ、そんな感じで、5%って結構すごくないですか？ただ、いわゆるそのドルを預金するだけで、5%入るみたいな、ざっくりそんな感じなんですよ。だから、もちろん、もしこれやりたい方いたら、自分でしっかりリスクは調べてほしいんですけど、僕はこの USDT とか結構預けています。USDT っていうのも、これもドルと一緒ですね。で、どれぐらい預けているかというと、それも見れるんですけど、よくフレキシブルセービングっていう場所を見て、で、ここですね。僕が今、セービング残高、どれだけ貯金してるかっていうと、2300万ぐらい、これぐらいのお金っていうのを、こういうセービングっていう場所に入れることによって、僕は金利収入を得てるんですね。これ結構良くないですか？だから皆さん、もし仮に今日本円で貯金持ってるじゃないですか。それを一旦ビットコインに変えるとか、もしくは一旦、USDT みたいな、そういったドル系の通貨に変えてしまうんですね。で、変えた後に、ここで貯金をしておくと年利で増えていきますよみたいな、そんなやり方。
あとは、もう少し難易度の高い話をしてしまうと、このあたり多分ほとんどの人意味わかんないと思うんですけど、リキッドスワップみたいなこういうものもあって、こういうものだと、さらに利回りが高いです。例えばなんですけど、僕もこれ700万ぐらい入れていて、でここを見ていただくと分かるんですけど、こんな感じの、通貨ペアに対して、リキッドスワップって、流動性を追加したりするんですね。そうすると、年利16%とか10%とか13%とか、そんな感じで、でもこれって実は多分そこまでリスク大きくないんですね。だからただ、この辺り日本語の情報ほとんどないです。だからもしやりたい方いたら英語でググって調べていかないといけないんですけど、僕はこれやってますね。でやって、今のところ普通にお金返ってきてますね。こんな感じで、まだ始めたばっかなんで、37US ドルぐらいなんですけど、でも今いくらだ、700万か、700万ぐらい入れて、それで44,000円ぐらい返ってきたみたいな、そんな感じの状況ですね。はい、以上が僕の投資戦略ですね。で、あと今後の話ですね。今後の話をに関しては、皆さんが多分注目しておくべき場所っていうのは、多分Facebook のリブラと、あとはそんなもんかな。あと、もう一個が、イーサリアム2.0か。で、このあたり、イーサリアム2.0はまだもう少し先なので、リブラですね。多分、一応早くて来月に、Facebook 社が作ろうとしている仮想通貨ですね、リブラですね。で、確か名前変えるらしいんですけど、名前すみません、忘れました。で、名前変えるんですけど、このリブラっていうのがまた来月とか近いうちに出てくるので、で多分今ビットコイン盛り上がってるじゃないですか。だから Facebook 社の、マーク・ザッカーバーグさんもそういうのを多分見てるので、言うまでもなく。で、世の中が仮想通貨に関心があるときにリリースした方が注目を得られるじゃないですか。だから多分来月ぐらい僕出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、で出てきたらどうなるかっていうと、多分ここでまた市場が大きく反応すると思うんですね。で、もしかしたらガツンと上がるし、もしかしたらガツンと下がるみたいな、そんな感じだと思うので、だから皆さんもぜひこの辺りっていうのを注目しておいて、じゃあ、これに対して、じゃあどういう投資戦略を僕考えてるかっていう、一応そこも話すと、一旦、すぐにビットコイン買える状況を作っておく、仮想通貨の取引所にアカウントを作っておいて、そこに入金をしていくとか、もしくは、今日本円の貯金があるんだったら、一旦それを、USDT とかに変えてしまう。で、USDT ってこれ、先ほどもちょっと言ったんですけど、ドルとペックしてる。要するに USDT っていうのは、ドルとこう連動している仮想通貨の、仮想通貨の資産なんですね。だから、USDT っていうのを今のうちに買っておけば、そしたら USDT ってこれ、先ほど見せたように、これ利回りで稼げるじゃないですか。だから利回りで稼ぎながら、利回りで稼ぐ。それでプラスアルファでチャンスあったら買うって何を買うかっていうと、ビットコインとかを買ってしまう。だから、これも分かりづらいかもしれないんですけど、例えば、トレードするときに、別にバイナンスじゃなくてもいいんですけど、こんな感じで、BTC、USDT、こんな感じ。これがビットコインと USDT の、通貨ペアですね。で、これで、USDT 持っておけば、いつでもこうビットコインに変えることができるので、そんな感じで、USDT の資産を作っておくのもいいんじゃないかなみたいな、そんな風に思いました。という感じで以上ですね。で、最後、一応これもう本当さっきツイートしたばっかなんですけど、まだ10分ちょいしか経ってなくて、質問ありましたらどうぞっていう風に書いたので、一応質問届いてるか見たら、もうこのこうさんの質問だけ唯一届いていたので答えると、大学生のうちから投資関連でできることって勉強以外にあるでしょうか？これ、結構重要な質問ですね。で、ここに関して言うと、今言った僕の話、例えばバイナンスの取引とか、あと先ほどのバイナンスアーニング、これレンディングっていうものだったりするんですけど、あとこういった感じで抵抗線引っ張って自分で投資戦略を考えていく。このあたりってマジで全員大学生でもできるんですね。で、お金がなくても仮想通貨って別に1000円とか、それぐらいからでも買えるので、でもさすがに1000円とかだと金額が少なすぎてやる気あんま出ないと思うんですよ。だからもし仮に僕が大学生だったら、大学生は例えば10万円とか、大学生で10万円なくしてしまったら結構痛いじゃないですか。うわ、10万円なくしちゃったってなるじゃないですか。ただ自分がちょっと痛みを感じるぐらいの金額を仮想通貨に投資して、でそれで見ていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。僕もそんな感じでやっています。はい、という感じで今日
ちょっと仮想通貨盛り上がっていたので緊急で撮影してみました。でもし仮想通貨の情報、ニーズありそうだったらこれからも撮影していこうと思います。僕自身も結構好きでいろいろ試しながらやっているので、そのあたりを皆さんにシェアしていきます。それではさよなら。